今回は11月25日に登場した、ブロックフライデーバンドルについて、どのようなアイテムがあるのか、これは買うべきなのかについて、解説していきたいと思います。内容アイテム。期間限定で発売されており、おそらく発売日から3日間経った、11月28日に、販売終了となると思います。お値段は990マインコインで、700円です。フレンドにギフトすることも可能です。5つのアイテムが含まれており、プラネットペット、ヘリコプターマウント、クラウンハット3色のカラー、リプレイシネマパス、コスチュームギフト3つ、となっており、このうちの3つは限定アイテムとなっていて、このバンドルでしか入手できません。プラネットペットは地球をモチーフにしたペットで、ハブ内で召喚できます。ヘリコプターマウントは、通常のマウントと同じように、飛ぶことができ、様々な場所に行くことができます。一人乗り用なので、二人以上を乗せることはできません。クラウンハットはハブやミニゲームなどでも、着用でき、通常、シルバー、ブラックの、3つのカラーが入手できます。リプレイシネマパスは、1年間の間、ゲームの試合のリプレイを見ることができ、リプレイラクーンコスチュームをはじめとした、4つのコスメチックがセットになっています。すでにリプレイシネマを持っている方は、追加で1年分延長となるそうです。3つのコスチュームギフトは、ハイブストアから購入できる、200以上のコスチュームの中から、プレイヤーにギフトしたり、自分自身にもギフトすることができます。買うべきなのか?結論からすると買うべきだと思います。このバンドルは990マインコインですが、通常だと、このような感じで、個別で購入すると、最低でも3260マインコインで、60% オフから 70% オフぐらいだと思います。このようなセール品はブラックフライデーバンドルしか、ないので非常にお得です。また、このバンドルは過去に3回発売されており、2022年のブロックフライデーバンドルの内容がこのようなもので、限定コスチュームや10個のハットギフトトークンは非常に魅力的なのですが、今年とは違ってマウントやペットはありません。これらの限定アイテムはバンドルを期間以内に買わなければ二度と入手できないので、非常にレアなアイテムに今後なるのではないかと思います。1年後のブラックフライデーにも、今回のようなセール品が登場する可能性はありますが、ない可能性もあるので、注意してください。また、去年のハイブ公式ディスコードサーバーでは、ブロックフライデー発売最終日に、プレゼント企画のギブアウェイが開催されていて、今年も来るかはわかりませんが、当選すれば、無料で入手できますので、それを狙うのも良いでしょう。というような感じで、このバンドルを買う理由を述べてみましたが、迷う理由が値段なら買え、買う理由が値段ならやめとけ、の言葉で判断するのもいいでしょう。